どうもカボチャッチャです。今回のデッキはですね、ローテーションでのサタンドラゴンでございます。自分アンリミでしかまあやったことないんですけど、このローテーションでまだサタンドラゴンは舞えるのかと。まあサタンドラゴンはローテーションでも舞えるはずなんで、こんなデッキでいきたいと思ってるんですけど、まあ、今回新カードが増えたんで、このドラグニックコア、このドラグニックコアあるんで、また PP を加速させながらの、このアンローゼちゃんとのも、あのコンボもいいですね。アンローゼのこのコア、これで PP がもう2段階上がるんで、アンローゼ進化でね、あの PP 上がるんで、これはぜひとも使っていきたいと思います。そして一応横に並べるあの機械ロイヤルとか、まあ、横並びに機械系がいっぱい出てくるようになったんで、この灼熱の嵐をピン差しで1枚入れております。あとはこっちのこの不別ですね、不別も入れておりますね。まあ、こんな感じでちょっと除去も入れて PP の加速も考えているようなサタンドラゴンで、サーチ用にルリアちゃん2枚採用しております。自分は引き運が悪いんで、ちょっとサタンが引けない可能性もあるんで、これで補っていきたいと思います。そうです。あとロイは2枚採用しています。3枚にしようと思ったんですけど、コアの方が使いやすそうかなって自分のイメージで、まあこれはまあ月々コアを減らすかロイを増やすかで、まあいろいろしていった方がいいと思います。まあ、こんな感じのデッキでローテーションに潜っていきたいと思います。はい。対戦相手は、ウィッチですね。よろしくお願いします。ウィッチか、ダテポソウルけどな。これサタンドラゴンなんで PP を上げていきたい。でもちょっとニコスはちょっと残しておきたい。さてと、よろしくね。あ、よろしくお願いします。よろしくな。ですね、ドラグニックあって4ターン目に進化して PP を上げていきたいんですけど、アンネローゼとか PP を上げるのがいないんで、とりあえず従者をと、従者出していきましょう。ですね、ステージの剣、ステージの剣出されてもな、何もできないし、ま、とりあえずドラグニックコアを置きますと。ドラグニックコアを置いてですね、相手が何をしてくるかなんですけどね。マシエンジェルで広げていく、広げていく、これはちょっと罪が重いぞ罪が重いぞって言い方なんですけど、あなたに恨みはありませんが、とりあえず進化して PP を先に上げたい。私の正義を貫くまでで活龍剣を使っていきたい。そしてそうですね、取っていきましょう。本当だった次のターン PP7 なんでガルミーで全員取れちゃったりもするんですけど、これは機械ウィッチなんかな。でもゴーブンを連成しますもんね。運命も使ってきますよ。これは何ウィッチなんだっていう話なんですけど、とりあえず PP 上げには成功してるんだよ。機械広げていく、機械広げてきましたね。どうしようかな。機械広げていくんか。でもこれもアンネローゼちゃんを出して、進化し PP 加速。PP 加速した後に武力を何時に教えよ。ドローして、託戦でさらにドロー、なんならもう一回ダメージ食らってくださいと。で、サタンも引いていくと。次のターン、そうですね、ルリアサタンでもいいですし、もうでもルリアサタンかな。でもな、もう一番サタン引く、もう一番サタン引きましょう。
あーテトラちゃん来ましたね。テトラちゃんは来ました。このサニック4強いですよね。Xで確か2点ダメージでしたっけ。2点ダメージは普通に強い。うわお痛い痛い。でしかもリペアモードでちゃんと回復を取っていくと。そうですね、もうこれはルリラちゃん、いやルリラちゃんはまあ大丈夫ですか。ルリラちゃんは8コス以上の、確か7コス以上だったかな、7コス以上のニュートラルなんで、そこに使いましょう。まあ、サタベキになった今、あれでしたね、確かプチバハムートみたいなやつと、あとヘビモス以外は多分、サーチされないと思うんで、まあ、それでサーチしていって、とどめを刺していきたいんですけど、ウィチザーコアと悪劇、コアと悪劇か。これもヘビモス確定なんで、ヘビモス出しての、ヘビモス出してのヘビ出してとりあえず7点ダメージと。いや、まだサタドラは前ますね。でも、苦劇か。まだ前ると思ってたんだけど、まあ一応こんなに早く PP 貯めれるんで、いける気がするんですけど、真実だけが来た。力は無駄だ。来い、アサルト。対戦ありがとうございました。これは嬉しい。アストラトって言ったら来ちゃったからね。ありがとうございました。